はい、今日は宝達清水町トレジャーファームに来ています。見てください、赤くてツヤツヤしたイチゴがたくさん実っています、とっても美味しそうですよね。皆さんこんにちは、今日はイチゴ娘としてお伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、この時間ですね、晴れて日差しも気持ちよく、ハウスの中もポカポカとしています、ただちょっとね、日差しが強い時間もありますので、皆さんも私みたいな可愛い帽子をかぶってお出かけしてみてはいかがでしょうか。押し付けないでください、その帽子を。早速中を見ていきましょう、早速大きいイチゴを見つけたということで、今日はトレジャーファームの吉田さんとお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらではどんなことができるんでしょうか。はい、こちらのハウスではイチゴ狩りが体験できます。イチゴ狩り、この時期の楽しみでもありますよね。こちらでは何分ぐらいできるんですか。はい、火曜日と木曜は2部、土日祝は3部で、30分間の食べ放題ができます。30分間も食べ放題なんですね。だいたい皆さんどれぐらいいただくんですかね。そうですね、だいたい1人当たり大体2、30粒ぐらい食べられますね。なるほど、まあ、ちょっと言いづらいかもしれないんですが、元を取るにはどれぐらい食べたらいいんでしょう。あんまり言いたくはないんですけど、ね、まあ、4、50粒ぐらいが取れるかなと。まあ、何事もね、腹8分目と言いますから、美味しいところでやめとくのがいいのかもしれないですね。そうですね、はい、さあ、そして見ていきますと、ちょっとね、こちらに品種が書いてあるんですが、こちらのところでは2種類味わえるんですかね。はい、こちらがとちおとめという品種と四つ星という品種になります。それぞれどんなイチゴなんですか。はい、とちおとめは、甘みと酸味のバランスがいい品種です、で、四つ星は、酸味が控えめで柔らかい食感の品種になってます。まあ、食べ比べをするのもね、楽しそうですね。そうですね、私もイチゴ大好きなんですよ。あ、したら小崎さんイチゴ大好きなんですね。はい、ということはイチゴの味も分かるということですね。そう、私あのおじいちゃんが畑で趣味でイチゴを栽培していたこともあるので、もう大好き、任せてくださいイチゴは。じゃあ小崎さんにはぜひとちおとめと四つ星のどちらか当てていただく、それは難しい、ゲームをやっていただこうかなと。おじいちごってことですね。そうですね、ちょっとじゃあこちらにね、もう吉田さんが早速私を試そうと用意してくださっています。A と B、四つ星ととちおとめがあるってことですね。これは分からない、はい、そうですね。じゃあどちらがどちらか、 A からじゃあ食べてみましょう、でも形が三角形で、つやつやで美味しそう。いただきます。あ、甘くて美味しい、美味しいです。甘いですよこれ。あ、本当ですか。結構とちおとめは甘みと酸味のバランスがいいはずなんで、ちょっとそのバランスをちょっと見極めちゃって、早速分かっちゃったかな。でも一応答えもいただきましょう。今言ったよ、吉田さん今ポロッと言っちゃいました、はい、トなのか答えなのか。とちおとめが、俺は逃さないよ、僕たちは、こちらも甘くて美味しい。あれ、B も甘くて美味しいですね、そうですね、今ちょっとどちらも今イチゴが旬なんで、どちらも 甘いんですけど、イチゴね、どうしよう、わかりますか、どうしよう、今の感じ、いやでも最初に食べた方が甘かった気がするので、私 A にします。理由はそういうこと。正解どうでしょう。正解は残念、違うの、四つ星が B が立ち上がって引っ掛けが強いですけど、でもね、どちらも甘くてとっても美味しいです。まあ、言われてみたら、まあ、B の方がより酸味が少なかったような気もしてきました。あ、そうですね、もう私いちご娘名乗る資格ないので、ここで一旦あの帽子は脱いで次行きましょうか、はい、そうしたら、今年から、コンテナカフェがオープンしましたんで、ぜひそちらの方にも行ってみましょう、はい、じゃあカフェにも行ってみましょう、はい、お願いします。行きます。やっぱり生のいちごも、ね、美味しいですが、いちごのデザートもいいですもんね、はい、この時期しか食べられない期間限定のスイーツがありますので、ぜひぜひ楽しみに。ここにもそしてハウスがあるんですね。こちらも広いですね、こっちも、はい、いちごもたくさん、8000株ほど置いてありますので、今日はあの午前の部で結構お子さんもいらっしゃってましたが、こう人気の時は1日どれぐらいこういらっしゃるんですか。そうですね、1日多い時ですと200人ぐらい来ていただけることがありますね。そうなんですね、まさに今がね旬ですから、皆さんも早めに楽しんでいただけるといいですね、旬なので。さあ、そして一旦外に出ますが、あちらに見えてきました、コンテナカフェですかね。はい、あちらが茶の木金沢さんというクレープ屋さんになってます。おお、水色とあとは白のパステルカラーがとても可愛らしいお店になっています。
あ、でも早速こうデザートメニューも載っていますね。はい、結構クレープのいい匂いするんじゃないですか。本当だ、甘くていい香りがしてきました。こんにちは、よろしくお願いします。こちらでは何が味わえるんでしょうか。はい、こちらではクレープの他に、クッキーやスムージーなども販売しております。今日は何がいただけるんでしょう。はい、今日は期間限定のトレジャーファームのいちごを使ったいちごと桜のクレープを小崎さんにぜひいただこうと思います。では早速仕上げの方お願いします。今まさにね、クレープ包んでいただくところになりますね。すごいね、いちご狩りもできてね、こういったクレープも味わえてっていう。あ、これが桜クリームですかね。ちょっとピンク色な気がしますね。そうですね、桜のあんこをクリームに練り込んでいただいて、すごいいい香りがするんですよ。本当ですね、あと色合いもこう春らしくっていいですね。そうですね、今の時期にぴったりのクレープじゃないでしょうか。いいですね、生クリームも私大好きなので、もうすでに美味しそうです。あ、生のいちごも、あ、カラボーチョまで乗るんですね。こちらはカガボーチャのブラウニーですかね。はい、そうですね、カガボーチャのこれをたっぷり包んでいただきます。いや、なんか大きいよ、ほんね。生のいちごも美味しいですが、デザートっていうのもいいですよね。あ、仕上げですね。今上にさらに生クリーム乗せていただいています。あ、そしてさらに生のいちごも、いや、これはボリューム満点、もいちご尽くしという感じですね。本当だ、しかもなんかいいいちごだもんね、綺麗だし、ね、本当ですね。女の子も大好きでしょうね、つまらないですね。さっきお子さんもいっぱいいましたから、こう親子でね、いちご狩り楽しいな。そうね、今日祝日だもの、当たってっていうのがいいかもしれないですね。ありがとうございます。わー、ずっしり重たい。ではいただきます。クレープもっちり、桜クリーム、あんこがこうほんのり香って、とっても美味しいです。いや、どちらも楽しいですね。最後に吉田さん、お知らせお願いします。はい、トレジャーファームのいちご狩りは5月7日までやってますので、皆さんぜひホームページからご予約の方できますので、はい、お待ちしてます。皆さんも春の味楽しんでみてはいかがでしょうか。ここまでお出かけ中継でお伝えしました。